熱中症にならないための予防そしてなってしまった時の処置についてお話しします暑さ指数とは熱中症の発生には気温だけでなく湿度日射風などの要素が関係しておりこれらを取り入れてその日の危険度を判断する指標が暑さ指数ですニュースや天気予報だけでなくインターネットで検索すると環境省のサイトから リアルタイムに確認することができます例えば暑さ指数が28度を超えるときはこまめな休憩水分補給をすること暑さ指数31度以上では屋外での活動を中止することなどが推奨されます熱中症の予防方法まず暑さ指数に気をつけて暑さを避けましょう そして、こまめに休憩と水分補給をしましょう。アルコールは、尿の量を増やし、体内の水分を排出してしまうため、水分補給にならず、全く逆効果になってしまうことも知っておきましょう。適度の塩分摂取も重要ですが、心臓や腎臓に病気を持った方や、高齢の方では、かえって病気を悪くしてしまうこともあるので、やはり暑さを避けることが第一です。 熱中症になってしまったら、作業にミスが増えたり、ふらつき、だるさを感じたら、風通しのいい日陰や涼しい室内で衣服を緩めて体を冷やしましょう。冷たい飲み物を自分で飲んでもらってください。首筋や足の付け根などに冷たいものを当てると積極的に体温を下げることができます。体が暑いのに汗をあまりかいていないようなら、 肌着1枚の上から霧吹きなどで水をかけてうちわで仰ぐことも有効です自分で水が飲めなかったり呼びかけに対する反応がおかしい時は医療機関を受診してください呼びかけに反応がなかったり全身の痙攣が起こるような状況は重度の熱中症です迷わず救急車を呼んでください 意識のない人に無理に水を飲ませることは危険なのでやめましょう熱中症は時に急速に重症化するため倒れた時に話ができた人も病院に着いた時には自分で説明できないことがあります病院に行く時はその前の状況がわかる人が必ず付き添うようにしてください